ジャッカルが代名詞の姫野和樹、中学からラグビーを始め、高校時代からフィジカルに強い選手として際立っていた。幼い頃は貧しい生活で、道具代のかかるサッカーや野球は諦めざるを得なかった。そこで費用がかからないという理由からラグビーを始めた。現在はラグビー日本代表のキャプテンとしてチームを牽引している。身長187センチ、体重112キロ、ポジションはボール争奪戦を担うフランカーだ。